はい、鳥取カニオシお疲れ様です。ありがとうございます。いやもうすごいよこれはね、もうめちゃくちゃうまかったよねみんな。えいということで、わざわざ鳥取まで来てですね、カルロス号の動画を撮るという第6弾来たよ。昨日ね、あの深夜、あのレバノンでカルロス号が会見してたけど、見るわけねえだろお前そんなもん、お前飲んでるわこっちは。俺さんの、あの見てないんですかとか、見てるわけねえだろお前、どうせ通り一遍のことしか言うわけねえじゃんみたいな。なんだけど、あのあれは日本メディア向けじゃなくて海外メディア向けなんで、英語とかね、あの辺の言葉で5カ国語ぐらいで言ったらしいんだけど、もう日本のマスコミなんか、まあ、テレビ東京しか聞いてなかったんだよ。あとアベマ TV があのノーカットで撮影してたぐらいだよ。フジテレビはお前追い払われたんだよ、あの変更メディアで。安藤優子さんが会場入れなくてお前大変だったらしいよ、ざまみろだよ。どうしようもねえな。まあそれはどうでもいいんですけど、あのカロス・ゴーンさんが、まあ、捕まったことに関して、なんと安倍首相がそれに対して言及をしてたという話がありまして、これどういうことかというと、これはまあ日産内部のお前内部抗争だろうと、わざわざこれをお前刑事事件にするなよっていうことを安倍首相が言ったという、ひしごくまっとうな議論がございました。ただですね、日産という会社は非常に複雑な、ね、問題を抱えておりまして、もう日本が、政府としてこの日産も潰れるか潰れないかっていう事態が20年以上前にありました。その時にルノーが救済合併をすると、でその時にカルロス・ゴーンが、送られてきたわけですよ。でその頃は本当にキレキレで、頑張ってリストラをして、またね、今になってあいつは金の亡者だとか、せこいとか強欲だとか、多分それは本当なんでしょうけど、だなかったらさ10年ぐらいで辞めてますよ。だからそういうところは確かにせこいと思うんだけど、せこいのと刑事事件にするのはまた別問題なので、要は金に汚い男がいて、そいつがその会社にとって不要とか邪魔なんだったら、みんなで辞めさせればいいんですよ。なんですけど日産の経営陣がそれはできなかったんですよ。それはやっぱカルロス・ゴーンの実績があったから。で、要は日産の経営陣っていうのはね、カルロス・ゴーン今になってみんなディスりまくってますけど、要はカルロス・ゴーンよりも無能な奴らしか経営陣いなかったから、カルロス・ゴーンが輝いたわけであって、お前ら全員無能だよねっていう話で、あのカルロス・ゴーンを入れて経営再建をしたわけじゃない。で、あともう一つはこれ大きな問題があって、あのルノーっていうのは実質的にフランス政府の子会社なんですね。もう特殊会社に近いですよ、政府系の会社ですよ。で、あの資本主義と言いながら、あのフランスって割と日本に似ていて国家資本主義的なところがあって、例えばそのルノーの株式の、フランス政府の持ち分の議決権を2倍にしたりとか、そういう法律改正をやったりとかして資本主義を歪めてる国なんですよね。だからそういう意味もあって、実はフランス政府と日本政府の間で綱引きはあったと。だから日本政府は、日産を支えるだけの人材を供給できない、これを再建することは日本としては不可能だということで、フランス政府含めルノーがそこをやろうとしたわけですよ。大丈夫？うん、なんだけれども、結局日本は無理でフランスに頼らざるを得なかった、ルノーに頼らざるを得なかった、そしてあのゴーンに頼らざるを得なかったっていう現状がありましたと。しかしながらここに来て、実はカルロス・ゴーンというのはフランスの影響力を ある程度排除して日産の独立性を保つというような経営をしてたんです。これは実はカルロス・ゴーンにとってもプラスだったんですよ。要はルノーからも給料をもらえて、日産にそのフランス政府の影響をとどめることによって自分は高額報酬をもらえたから、辣腕経営者としてのイメージアップができたし、日本においてはだから日本にとって日産が独立した存在であることが、実は日産で高額報酬をもらうことにプラスだと思ったから、要は実は日産とゴーンはその運命共同体だったんです。
でも最近になってフランス政府の圧力がどんどん高まって、要はルノーが実質的に金も出して、あの経営改善の人材も出して支配的になってんだからお前買収しろよってなったら、日産側が反発したと。でそこの圧力に対してカルロス・ゴーンは耐えきれなくなって、今フランス政府はみたいな感じになってたところに、まあ自分のその公私混同、まあこれは本当は日産内部で片付けるべき、その会社のね金を私的に利用してたみたいな話っていうのは、いやじゃあもう辞めさせればいいじゃんその会社の経営者っていう話なんだけど、それを検察に頼ったわけですよ。自分たちでできる胆力がなかったんですよ。要はチキンだったんですよ。サイカーとかチキンだったんですよ。サイカーお前チキンだからね。だからそのチキンだらけのやつらが検察の権力に頼ったんですよ。で検察は日本版司法取引制度っていう片手落ちの制度を導入したんで、これはもう僕の動画第2弾第3弾ぐらい見てほしいんですけども、それを使って、あのこれを使いたかったんです。サイカーたちが要は司法取引でゴーン悪い悪いっていうのを使いたかったから乗っちゃったんですよ。っていうのを安倍首相は批判したわけ。つまりお前らさ、検察こんな案件で使うなよと、お前ら日産経営陣の問題だろうと、ふざけんなと、めんどくせえんだと、レバノン政府とお前な、まあ、交渉するの大変だぞと。だって日本人は昔ね、ペルーの大統領いたでしょ、フジモリ、アルベルト・フジモリいたでしょ。あいつがあの殺人罪でさ、あのペルーで訴追された時に日本に逃げてたわけで、それをペルーに引き渡さなかったでしょ。まあ、彼はその後また自分の国に戻っちゃったんだけどね。だから結局捕まっちゃったんだけど、だけど同じなんだよ。レバノンも主権国家だから、日本人にその自国民を当然それ引き渡さないわけ。犯罪者引き渡し条約もないから引き渡さない、当たり前なんだよ。だからめんどくさいじゃん、俺ら知らねえよと。検察のスタンドプレーと日産の経営陣の共謀、お前ら本当どうにかしろよと。でそこには実は指揮権発動っていう問題が絡んでるんです。指揮権というのは指揮をする権利っていう意味で指揮権っていうんですけど、法務大臣が持ってるんですよ。でね、みんなこれまたバカなやつら、バカな文化人とか全然知らなくて、検察官は安倍首相の部下だろうと。お前の部下がやったことをね、なんかそんなのやらなきゃよかったんだって言ってるのはおかしいとかって言ってるやついるんだけど、実は検察官個人個人に法務大臣が指揮権を持たないんですよ。要は組織上は法務大臣のその下に検察官っていることになってるんだけれども、検察官というのは独任官庁といって一人で捜査して起訴ができるんですよ。独立してるんです。なぜか分かりますか？政治家が不正をやった時に政治家を訴追できなきゃ困るから、だからある程度の独立性が担保されてるんです。でも完全に独立しちゃうと暴走しちゃうので、検事総長って言って検察官のトップのやつだけは指揮できると、そいつに命令できるっていう権利が与えられてるんです。これが指揮権なんですけど、この指揮権の乱用っていうものをマスコミとかも世論はめちゃくちゃ文句を言うんですよ。で実は1950年代に造船議国っていうのがあって、造船会社と政治家の汚職問題があって、当時の佐藤栄作首相、が佐藤栄作さんってあのノーベル平和賞を受賞されたかなの佐藤栄作さんがいるんですけれども、その佐藤栄作さんが、その金をどうやらもらってたらしいという時に、犬飼さんっていう法務大臣がいたんですけど、その人が指揮権を発動して個別の案件に対して、つまり佐藤栄作を逮捕起訴するっていう動きがあったんだけど、検察内部にそれを止めたんですよ。それがもう大批判を見て、お前ら首相の不正をお前隠蔽すんのかと、どうしようもねえ奴らだってなって、犬飼法務大臣は辞任せざるを得ない状態に追い込まれて、それから指揮権発動っていうものが
ものすごくデリケートな問題になってるんです。だから今回も日本政府としては、いやいや日産のその問題に検察入っていく必要ないし、めんどくさいでしょ。でトータルとして日本政府のレピュテーションってこうこうこういう感じで、人質司法がどうのこうのとかってあるから、それはね、あの検察が暴走してることはみんな知ってるんですよ。政治家はみんな問題だと思ってます。だって政治家止めらんないです。なぜかというと、その指揮権発動のタブーが70年前のタブーがあるのと、もう一つは政治家自身が自分の首を絞めてるんです。政治資金規正法っていう法律があって、これはね、政治家の伝票とかの、それ収支報告書にミスがあっただけでも違法になっちゃうんですよ。それで小沢一郎は捕まりそうになったじゃないですか。で、小沢一郎の秘書やってた人が実際捕まって有罪判決受けて議員失職しちゃったんですけど、石川さんという人なんですけど、っていうぐらい自分で自分の首を絞めてるんですよ。だから検察に睨まれたら絶対有罪になっちゃう。だから政治家はもうアンタッチャブルなんです。だから検察を改革できる人は誰もいないんですよ。っていうのは安倍首相ももちろん知っていて、わかんないけど安倍首相もなんかあると思う。常に傷があるんじゃないかなと。だからやりたくないんですよ。なんだけど今回の日産の問題はおそらくそれなんですよ。だから本来は刑事事件にすべき案件ではなかったし、これから多分日本政府はいろいろ苦しい対応を迫られるし、国内はマスコミは検察官と一体なんで、なんでかっていうと事件が起きると、だって今回のカルロス・ゴーンの話だけでテレビは飯馬じゃないですか。ワイドショーもカルロス・ゴーンだけで視聴率取れるから飯馬なんですよ。だからどんどん事件作ってほしいわけです。派手な事件があるあればあるほど彼ら儲かるんで、もう一心同体だから。でも検察慢性なんですよ。ということで、いってらっしゃい。 No, no, no telephone.